皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、パワークエリー4エクセル、ベーシックでは、パワークエリーエディターの各コマンドなどについてご紹介しています。今回のテーマは、列のデータ型です。では、早速始めましょう。正しいデータ型を使用する。 パワークエリーエディターの一部の機能は選択した列のデータ型に依存します。例えば、日付列を選択すると、列の追加タブの日付コマンドが使用可能になります。しかし、列に正しいデータ型が設定されていない場合、これらのコマンドはグレーアウト表示されます。型固有のフィルターは列のデータ型に依存するため、 列に正しいデータ型が定義されていない場合、これらの型固有のフィルターは使用できません。列に正しいデータ型を常に使用することが重要です。データベースなどの構造化データソースを操作する場合は、データ型の情報はデータベース内のテーブルスキーマから取得されますが、 テキストファイルや CSV ファイルなどの非構造化データソースの場合はそのデータソースの列に正しいデータ型を設定することが重要です。規定ではパワークエリーエディターは非構造化データソースに対して自動データ型検出を提供します。オプションでオフにできますが重要なのでオンになっています。パワークエリーのデータ型 パワークエリーは色々いろいろな種類がありますがデータ型は共通なのでここでは, Power for Excel ではパワークエリー4エクセルではなくパワークエリという呼称を使用しますデータ型はより構造化されたデータセットを持つように値を分類するために使用されますデータ型は列単位に定義されます列内の値は 列のデータ型に準拠するように変更されます。列のデータ型は、データ型を表すアイコンで、列見出しの左側に表示されます。テキスト型ユニコード文字データの文字列です。テキスト形式で表された文字列、数値、または日付を指定できます。文字列の最大値は、 2億6843万5456ユニコード文字。または5億3687万912バイトです。true, false 型。true, または false のブール値を保存するためのデータ型です。受信数型。64ビットの不動小数点数です。これは、 最も一般的な数値型であり、通常考えられる数値に対応します。十進数型で表現できる最大の精度は15桁です。小数点記号は数値のどこにでも使用できます。二進不動小数点数はサポートされている範囲内のすべての数値を100%の精度で表現できるわけではないことに注意してください。したがって、 特定の10進数を表す場合、精度にわずかな違いが生じることがあります。通過型小数4桁、整数19桁の固定10進数です。このデータ型は小数点の位置が固定されています。小数点記号の右側には常に4桁があり、19桁まで有効です。 受信数とは異なり、固定十進数型は常に正確であるため、不動小数点表記の不正確さがエラーを引き起こす可能性がある場合に役立ちます。整数型64ビットの整数値です。整数なので小数点以下はありません。19桁まで使用できます。 様々な数値データ型の最大精度を表すことができます。固定十進数タイプと同様に、整数タイプは丸目を制御する必要がある場合に役立ちます。パーセンテージ型。パーセンテージとして、書式設定するマスクを含む固定の十進数。基本的には、十進数型と同じですが、 タワークエリーエディターウィンドウで列の値をパーセンテージとして書式設定するためのマスクが含まれます。日付、時刻型。10進数として格納される日付と時刻の値です。表示の下には日付、時刻の値が10進数型として格納されているため、他の日付、時刻型の列との間で計算が可能です。 日付の時間部分は300分の1秒の整数倍の分数として格納されます。1900年から9999 99年までの日付がサポートされています。日付型時刻が省略され、小数部がゼロの日付です。モデルに変換すると日付型は日付、時刻型と同じで、 小数値が0になります。時刻型。小数点の左側に、数字がない日付を持つ時刻。モデルに変換すると、時刻型は日付、時刻型と同じで、小数点以下の桁数はありません。日付、時刻、タイムゾーン型。タイムゾーンオフセットを持つ。 UTC 日付、時刻値です。モデルに読み込まれると、日付、時刻型に変換されます。期間型。受信数に変換された時間の長さ。受信数タイプとして、正しい結果で、日付、時刻フィールドに加算、または減算できます。十進数タイプなので、 大きさを示す可視化で簡単に使用できます。バイナリ型 Y、N や0、1などのバイナリ値です。ニー型明示的なデータ型の定義がない列です。ニー型は全ての値を分類するデータ型です。非構造化ソースからのクエリでは列データ型を 常に明示的に定義し、クエリの出力として、エニー型の列を持たないようにすることをお勧めします。データ型の検出。データ型の自動検出。データベースなどの構造化データソースの場合、パワークエリは、データソースからテーブルスキーマを読み取り、各列の正しいデータ型を使用して、 データを自動的に表示します。Excel、CSV、テキストファイルなどの構造化されていないソースの場合、パワークエリ y はテーブル内の値を調べてデータ型を自動的に検出します。規定では非構造化ソースのパワークエリ y で自動データ型検出が有効になっています。変換タブの任意の列グループにある データ型の検出コマンドを使用してテーブル内の列のデータ型を自動的に検出することもできます。列のデータ型を定義する方法一つの列の型を変更する場合は型を変更したい列を選択して列見出しの左側にあるアイコンをクリックして表示されるリストから変更したい型を クリックします。この操作は連続して複数列を変更しても作成されるステップは一つだけです。複数列のデータ型を一度に同じ型に変更する場合は変更したい列を指定してホームタブの変換グループにあるデータ型か変換タブの任意の列グループにあるデータ型コマンドを利用できるほか 変更したい複数の列を選択して、列見出しを右クリックして表示される、コンテキストメニューの型の変更をクリックして変更することも可能です。この操作も連続して繰り返せば、作成されるステップは一つだけです。列のデータ型とヘッダーの自動検出。この設定は非構造化ソース専用です。 テーブルの最初の200行に基づいて列の種類とヘッダーを自動的に検出します。この設定を有効にするとパワークエリはクエリに次の2つのステップを自動的に追加します。列ヘッダーの昇格テーブルの最初の行を列ヘッダーに昇格させます。変更された方、各列の値の検査に基づいて値を データ型からデータ型に変換します。ただし、列の値によっては変換しない場合もあります。列のデータ型とヘッダーの自動検出は、データタブのデータの取得をクリックして、表示されるメニューからクエリ、オプションをクリックして、表示されるクエリのオプションダイアログの 現在のブックグループにあるデータの読み込みをクリックして、型の検出の非構造化ソースの列の型とヘッダーを検出するのチェックを外すとオフにすることもできます。データ型変換マトリックス。最初の説明で紹介したように、データ型を変更すると、その列内の値は、列のデータ型に準拠するように変更されます。 しかし、すべてのデータ型が、すべてのデータ型に変換可能なわけではありません。ここに表示したマトリックスのように、可能なもの、変換できないもの、条件付きで可能なものなどがあります。整数型の日付を日付型に変換。整数型は、日付型に変換可能となっていますが、これは、 1>, 1から2958,465までのシリアル値の範囲の整数のみです。2958,465を超える整数については、日付型に変換することはできませんので、当然、2023万210のような、日付を整数型で表した列を日付型に変換することはできません。先ほど、 紹介したように、このような整数として保存された日付を日付型に変換することはできません。しかし、テキストなら日付型に変換できるのです。つまり、整数で保存された日付の列を、一旦テキストに変換して、さらに、日付型に変換するのです。この時、 列タイプの変更ダイアログが表示されるので、ここでは必ず新規手順の追加をクリックします。そうすることで、整数をテキスト型に変換したステップが変更されずに、テキスト型を日付型に変更する新しいステップ、変更された型位置がステップに追加されます。 この2段階の列の型の変更を行うことで、整数で保存された日付を日付型に変更することが可能なんですね。日付型に変換可能なテキスト。先ほどのマトリックスでは、テキスト型は日付型に変換可能となっていました。しかし、どんなテキストでも、 日付型に変換可能なわけではありません。たぬき親父が思いつくテキストを羅列して、日付型に変換してみました。1行目と2行目は変換可能だとは思いましたが、3行目の西暦2桁でも変換できるのですね。4行目の年がないパターンでも、今年の年を付加して変換していますね。 5行目は日が省略されているので1日を付かして変換しています。6行目は割れ気表示なので変換可能だと思いましたが、7行目、8行目も変換可能なのですね。そもそもそんな入力する方が面倒ですが、9行目以下はさすがに変換できませんでした。 列をマージして日付列を作るときの参考にしてくださいね。いかがでしたかお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。